さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回は、ウクレレソロですね。なんとなくなんとなくキー G バージョンをお送りしたいと思います。まずはですね、いつものように曲の方を楽しんでいただきたいと思います。タブ譜も流れますから一緒に楽しんでください。それではどうぞ。聞いていただきました。なんとなくなんとなくですね。この曲はですね、以前キー A でやったことがあるんですけども、今回はこの後にですね、歌の弾き語りバージョン、解説するんですけども、そのキーに合わせて作りました。弾き語りバージョンの方、歌入れる前の伴奏とこのメロディーを弾く方と合わせて一緒に練習すると楽しめると思いますよ。今回割と簡単な風にアレンジしてありますので、楽しんでください。それでは解説編行きましょう。いつものように BJ は親指のアップダウンで弾いております。右手の小指と薬指をボディのここに合わせて親指のアップダウンですね。皆さんはいつも弾いてる指で弾いていただければいいです。はい、では行きましょう。いきなりもうメロディーなんですけど、まず G のコードを押さえていただいて全部弾く。それからこうですね、次は Am の、4弦の2フレット、人差し指を移動させてこうですね。はい、こういう感じでいいです。で次、D のコードを押さえて、はい、こうですね。で G、 はい、ここでプッと Em を押さえます。で次 Am、 はい、この開放弾いた時に G のコードに移動する準備ですね、していただければいいと思います。はい、それではメロディーもう一回繰り返しますよ。こうですね、こうです、こうですね。で今こう押さえたんですけど、実はよく見ていただくとコード D のところ1弦弾いてませんよね。これなんでかと言いますと、人差し指の制覇で2フレット全部押さえた上でこうです。で右手親指で弾いて1弦で止める。1弦まで鳴らしますと Bm7 のコードになりますので、1弦に乗せて止める。これで D のコードが出るんですね。はい、これも使えるように一応1弦の音は弾かない風な書き方にしました。はい、これでここで全部離して次の G のコードの準備をするということですね。はい、それではここからサビに行きますね。はい、ここで中指で、4弦3フレット行っていただくと、次のところがこうですね。薬指で3弦の3フレット押さえていただくといいです。はい、ですね、はい、はい、ここも、いろんな弾き方があるんですけど、ここの D はこれで押さえていただくといいと思います。なんなら一つ前の1弦2フレットも人差し指で制覇をいってもいいんですね。ここでもう人差し指制覇しといて、はい、これで親指で
右手の親指で1弦に乗せて止める。そうすると D のコードですからね。1弦を切ると先ほど言ったみたいな Bm7 のコードになりますから、こうやってください。はい、そうすると次はこうですね。これでもいいですよ。はい、ちゃんと今は休符でちょっと止めてじゃらんという感じにしていただくといいと思います。もうちょっとですね、弾きこなれた人、途中にですねストロークを入れるといいと思います。この全音符で丸で囲ってあるようなところ、時間空きますよね。例えば、最初の方のところ時間空きますよね。こういうところにちょっとしたストロークを入れると一人でも寂しくないようなアレンジにできます。このストロークは割と小さめにかすかに入れる感じです。こういうイメージです。感じですね。まあ、こういう感じで間にストロークを入れることによってもうちょっと賑やかな感じにすることもできます。まあ、弾き終わって余裕のある方は入れていただくといいかと思います。はい、今回はなんとなく、キー G ですねバージョンでお送りいたしました。簡単なアレンジになってますので、前回のキーが A で難しかった人、キーを G にしますと簡単になってますので、こちらに挑戦していただくといいかと思います。はい、近日中にこれの弾き語り解説バージョン出てきますので、このメロディーも、弾き語りバージョンの方でも、途中に入れたりするような感じになってますので楽しんでください。2人で練習するときに1人がそのコードを弾いて、もう1人がこのメロディーを弾くという風な楽しみ方ができるようにも作ってありますので、お楽しみにしてください。 DJ のウクレレ講座でした。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに忘れない、いつもいつまででも。